皆さんはこんにちは、本日はですねキャンディードのリハーサルが終わりました。年内試験以外でこういう大きな舞台で歌うのが久しぶりなので、今日はこのキャンディードのリハーサルから本番までをなるべく撮影してまとめたいと思います。ぜひお楽しみください。ですね、次の日が早いので今日は立川に近いところにホテルを取りました。で帰ってきてちょっとご飯食べて妹が来るんですけど待ってます。で明日いよいよキャンディードなんですけど、もう今日はですね、多くのミスをしました。なんかでもゲーペイでミスしとけば明日大丈夫かなと思ってます。まあ、なんかコロナになってなかなかその本番の回数は減りましたけど、でも実は私なんか去年はあんまり本番が多くなかったのであんまりそんなにダメージは大打撃という感じではなかったんですけど、そうですね、なんかあっという間になんか2021年になりまして、今年はいろんなことがあるから頑張んなきゃいけないんですけどまずこのキャンディードが結構ハードで、まず英語っていうのも私の中で初めてですね。ただなんか英会話にすごいハマって、コロナになってから毎月のオンライン英会話教室を契約してですね、もうひどい状態だったんですけど、まあ毎月勉強してたのでちょっとはマシになったと思うんですけど、でもこうやってねもういきなりバーンスタインを全曲歌う、しかももうオールドレディっていうとなんかこのパートがね相当なんですよ。なんかもうメゾよりアルトっていうパートをやるんですけど、もうなんか年々そういうウバですか、ウバおばさん役が何もしなくてもできるようになってきたという気がしますね。はい、で明日がいよいよ本番なので、今日は今からお風呂入って宿題というかもう今日のもうひどいミスをですねちょっとこう復習して明日に備えたいと思います。で、明日は頑張りたいと思います。今サウンドチェックが終わりまして戻ってきました。まだ顔が半分です。これからいろいろ準備したいと思います。終わりました。なんかもう今すぐ終わったところですけど、なんかとりあえず無事に終わりましてよかったです。本番聞きに来てくださった皆様ありがとうございました。また動画でお会いしましょう。